Can you do the makeup? I mean, like, did you do the makeup on Mom Poon today? Are you sure? Because I see a grain of rice on his face. Ah, okay, okay. That's fine. メイクでしょ。あ、そうそうそう。あ、さっきジェシカさんしてもらいましたよ。してもらった。あ、先生怒ってるかと思って、ちょっとびっくりしました。いや、大丈夫、大丈夫。あ、そう、本当ですか。あ、大丈夫、大丈夫。あ、oh, that's fine. Just leave it on his face. I think that's funnier this way. Right, right. Okay, let's get started.Okay. Hi, Mon-kun. Oh, hi, Rika-sensei. How are you? I'm great, thanks. And you? I'm pretty good, thank you. Did you have lunch today? もうご飯食べてきた？お昼ご飯。あ、お昼ご飯ですか？うん。はい、食べましたよ。何食べた？お昼ご飯ですか？うんうんうん、あ、やっぱ今日お昼ご飯のテーマですか？そうね。まあ、見ての分かりの通りね。はい。あのですね、今日はですね、うん、おにぎりって英語でなんて言うんですか？なんて言うでしょう。お米のボールって思えばいいよね。はい、あ、ライスボール。ライスボール。Yes, very good. You ate rice ball. はい。Oh, okay. あとはですね、うん、僕の好きな魚です。うんうんうん、Fish. Okay, so you ate a rice ball and fish. はい。Oh, very good.、はい、Was it delicious?はい、美味しかったです。Oh, that's very nice to hear that. Delicious. 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 Very good. Very good. でもいいよね。いいな。おにぎり先生も大好き。何の具食べたの？中ですか？うんうん。塩おにぎりってわかります？あ、もう中身ないやつ。あ、そうですね。結構塩効かせて、美味しいよね。お母さん作ってくれました。あ、優しいね。よかったね。はい。Very good. 塩。塩は英語で何て言うんだっけ？ソルト。ソルト。もう食い気味でしょ。はい、かなり食い気味だね。だって今日もう S って書いてますもん。え、 S って書いてますもん。 S って書いてます。見えました。そうそうそう、今日はね P は分かりませんけど、塩はね、人間にとっても大事なものなんだけど、はい、塩は salt だよね。じゃあ、まあ例えばさ、テーブルに行ってみんなでご飯食べてる時にちょっと塩気足りないな、塩かけたいなと思う時にさ、その塩の近くにいる人に取ってって言うじゃん。その時の今日はフレーズを勉強しようかなと思って。あ、物を取ってほしい時ですか？そう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 。で、なんて言うと思う？まあ書いちゃったから分かったかな。Can you pass me the salt? あ、ソルト。もうここに書いてますよね。そこまでは見てませんでした。すみません。あのバレエとかでパスって言うよね。こう取る時。バレエでしょ？バレエ。あ。バレボー、バレボー、バレボーで、こうね、ボールをパスするとか言うじゃん。はい、パスって言いますよね。こういう感じで、ちょいっと取ってくる、取るっていうことはパスで OK なので。はい、はい。じゃあちょっと指示を欲しい。トン、キャニゲ、ニグ。あ、トンさん、今日やっぱ来てます？今日来てるよ、トンは。うん、元気にやってきた。あ、トンさん、あ、こんにちは。Thank you. Okay, good. And repeat after me. はい。Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? Can you pass me the salt?Can you pass me the salt? Can you っていうのは何々してもらえませんかっていう軽い依頼の表現なの。 Can ってできるって言いますよね。そうそうそう、もちろんその意味もあるんだけど、はい、I can ride a bicycle とか言うと自転車に乗れるよとか、そういう能力のことも言うんだけど、はい、軽い依頼の時にもこれを使えることができます、はい、ので Can you pass me the salt? で塩を取ってくれませんかっていう意味になるね。そしてここで気をつけるのは、この中で大事な単語っていうのは pass だよね。まず、はい、取ると salt も大事だよね、はい、この2つをちょっと強めに言ってみようか。もう一回いくよ。 Can you pass me the saltCan you pass me the salt? Very good. One more time. Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? Good. そして塩を取って渡すときに Here you are. ん？ Here you are. Here you are. これどういう意味ですか？どうぞっていうこと。あ、
なるほど、うん、誰かに物を渡すときには、はい、結構日本人の人たち間違えてプリーズって言っちゃうんだけど、はい、プリーズは使わなくて物を手渡しながら Here you are Here you are Very good, one more time Here you are Here you are Very good, one more time Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? Here you are Here you are っていう感じです。はい、okay、 じゃあもう一回練習してみようか。ちょっと難しいですね。そう、はい、かな、はい、Can you pass me the 何々で何々を取ってもらえませんかって意味になるんだよ。はい、 OK、 じゃあ先生が言うからモン君が答えてね。はい、 Can you pass me the salt? Here you are Very good, モン君 use that Can you pass me the mayonnaiseおー、わかった。これでしょ、やっぱりね、これでしょ。そう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 、マヨネーズ。マヨネーズ。マヨネーズ。そう、日本語だとマヨネーズ。はい、マヨネーズですよね。マヨネーズ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 。One more time, please. マヨネーズ。はい。One more time. Question, please.Can you pass me the mayonnaise? Mayonnaise. Mayonnaise. Here you are. Very good.、はい、じゃあ、他に何が見えるかな？いろんな、これはもちろんソースだよね。ソースの横にあるのはもちろん。ペッパー。あ、very good。合ってます？ソース and pepper 、はい。ソース and pepper。塩コショウだよね。はい。はい、これだったら、じゃあ私が行くね、はい。Can you pass me the pepper?Here you are. Very good. Salt and pepper. All right. Okay. じゃあこれどうしようかな。じゃあこれは簡単だ。Fork. Fork. Very good. Can you say, モン君, use that? Can you pass me the fork? Here you are. Very good. まあ、フォーク簡単ね。はい、じゃあ、はい、日本人だとこれ。Chopsticks.早かったなぁ、さすが。当たり前ですよ。Very good. 予習してます。はい。Chopsticks. Chopsticks. 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 Very good. はい。One more time, please. Can you pass me the chopsticks? ちょっと待ってください。ちょっと噛みました。ちょっと調子が良くなった。ちょっと乗りすぎましたね。はい。落ち着いていこうね。はい。Can you pass me the chopsticks?Chopsticks. Chopsticks. Here you are. Very good.、はい、Chopsticks. ちゃんとね、スティックに S がつくよね。やっぱりこう。あ、2本ですからね。2本だから、そうそう。2000ですよ。あ、2000じゃない。すいません、2本。2000ですよ。すいません。大丈夫かな。すいません。すいません。間違えました。先生のとこ分かってるよ。はい。はい、Can you pass me the chopsticks? Can you pass me the chopsticks? Very good. Here you are.、はい、ってことね。Chopsticks. はい、うん。他に何が見える?モン君。なんか一つ、うん、二つかな。二つほど、はい、ちょっとわからないやつがあります。これわかるんじゃないかな。ハマキっぽいですけどね。ハマキじゃないよね。テーブルの上にあるものだよ、これ全部。テーブルの上にもハマキありますよ。そうそう、社長さんとか。そうか、社長さんとかだったらあるか。はい、一般的にある感じのやつ。食べ物ですか。レストランに行ったら出てくるね、まず。あ、わかりました。おしぼりです。そうです。で、おしぼりって英語でなんて言うかな。おしぼりですか、うん、タオル、うん、あ、どういうタオル、うん、テーブルタオルテーブルタオル、あ、濡れてるよね、おしぼりって。あ、うん、ウェット、うん、ウェットタオル、あ、ウェットタオル、ウェットタオルで、OK、ウェットティッシュとか言いますよね。そうそう、同じ感じでいいよね。ウェットタオル、ウェットタオル、これってさ、日本だとおしぼりすぐ出てくるけど、はい、海外では出てこないんだよ。あ、そうなんですか。日本だけのおもてなしってこと。え、で、うん、海外で出てこないのに、うん、海外でウェットタオルって使うんですか？っていう、まあ、ウェットタオルっていうことは言えるけど、はい、でもレストランでは出てこないって。ああ、そういう意味なんですね。ね、じゃあ、repeat after me. Can you pass me the wet towel? Can you pass me the wet towel? Here you are. Here you are. Okay, very good. 他には、じゃあそっちの黒い液体。あ、これはですね、うん、これは醤油でしょ？あ、そう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 、ソース？そうそうそう。どんなソース？ソイソース。あ、すごい、今日ノリノリだね。うんうん、予習しってきましたからね。予習ね。はい、素晴らしい。ちょっと噛みますけど、今日は。ちょっとすみません。ちょっと先生よりも噛んでるね、今日は。はい。あの、ご飯食べたばっかりで、ちょっと満腹感が。はい。OK、じゃあ、repeat。Can you pass me the soy sauce? Can you pass me the soy sauce? Good, very good. だから、ソイっていうのは日本語でなんだっけ？ソイソースのソイはどういう意味？わかるかな、わかるかな。大豆ですか。そうですね。ああ、やっぱり、あの、うん、僕はですね、うんうんうん、あの、タンパク質とか好きなんですよね。うんうんうん、あ、そうね、ストイックに生きてるんだよね、はいうん。はい。そうそう。だから、はい、だったら、例えば豆乳は、なんていう？
豆乳ですか？豆乳って大豆のミルクだよね。あ、うん、ソイミルク。ソイミルクっていうね。ソイミルク。そういうこと。はい、大豆っていうのはソイビーンズっていうし。あ、ソイビーンズ。だからソイソースになるんだよね。はい、プロテインってタンパク質ですよね。うん、そうだね。うん、はい、okay。 あ、まあ、関係ないですか。うん、すみません。ね、はい。じゃあ、これ、謎の。これはですね、僕にはですね、絶対に絵の具の残りカスにしか見えないんですけど。何々絵の具の残りカス。まあね、卓上、まあもちろんテーブルに置いてあるものって考えてほしいんだよね。日本人が好きだね、お刺身の時とか食べるよね。お刺身の時に食べる？ソイソース&お刺身につけて食べるやつ。わさびですか？そう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 。どう見てもわさびでしょ、これ。どう見てもわさびには見えません。緑のね、ペンがなかったからさ、そこがちょっと。普通はわさびはですよ。あの人参に乗ってたりとかしません、うん、ちょっと三角形にして、あ、まあまあまあ、で僕らの色、僕らって先生すいません失礼しました、僕の体の色に似てません？似てるよね、はい、うん、まあいいじゃん、これわさびってことにしよう、はい、でわさびは英語でも、はい、もう今は浸透してるよね、世界中にお寿司あるし、あ、はい、刺身もあるから、このままわさびって OK、やっぱりわさびって言わないといけないですか？わさびの方がわかりやすいかな。わさびって言ったらいけないんですか？わさびって言わないと思うけどね。はい。ちょっと僕いつも思うんですよ。うんうんうん、その海外の人に説明するときとか、うん、日本人の方がわさびとか言うじゃないですか。英語チックに言うじゃないですか。やっぱりその方が伝えやすいよ。あ、そうなんですか？例えばカラテって言っても分かってもない。カラリって言ったらすぐ通じる。え？カリ？カラテって言っても通じないけど、カラリ。カラリ。カラリチョップ。カラリ。カラリのこと。カラリチョップですか？うん、カラリチョップ。カラリですか、うん、はい、戻ろうか。はい。でも、カラリってちょっと。Can you pass me the wasabi? Can 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 you pass me the wasabi? Yeah, you are.Yeah, you are. Okay, very good. じゃあこれ使ってもう一回行こうか。はい。全部言ったよね。はい。じゃあ先生から行きます。はい。Can you pass me the wettle?Yeah, you are. Thank you. Okay. Can you pass me the chopsticks? Here you are. Thank you. 欲しいかな? Thank you. Thank you. ありがとうね。はい。Okay. Can you pass me the mayonnaise? Here you are. Thank you. Okay. はい。Can you pass me the fork? The fork. Here you are. あ、すみません。もう一回。Can you pass me the fork? The fork. Yes. The fork. Here you are. Yes. Yes. Thank you. Thank you. うん。すみません。大丈夫だよ。はい。Can you pass me the、wasabi? Here you are. Thank you. Okay, last one. Can you pass me the wet towel? それ終わったけど、まあいいや。Okay, here you are. うん、じゃあもう一回いきます。はい、どうぞ。Can you pass me the soy sauce? Here you are.Yeah, thank you. ということ。OK。ドキ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 です。最初調子良かったのにね。今日ちょっと、はい。ちょっと難しいですよ、やっぱり。いやいや、そんな難しいね。Can you pass me? で覚えておくと、これはもちろんテーブルの上のものだけじゃなくて、何でも近くにあるものを取ってもらいたいときに使えるよね。はい。例えば、その本取ってくれるだったら、Can you pass me the book? Can you pass me the book?、うん、それとか、Can you pass me the newspaper? Can you pass me the newspaper?、うん、例えばリモコン取ってってよく言うと思うんだけど、あ、なんて言うの？これ僕は分かります。はい、どうぞ。 Can you pass me the remote control? おー、うん、どこで学んできたんだろう。予習してますか？素晴らしいね、はい、でもリモートコントロール結構めんどくさくない？言うとき長いからさ、うん、めんどくさいです ね、はい、それをちょっと短くしてみようか。そう、リモコンでしょ。まあ日本語だったらリモコンなんだけど、英語で短くしちゃうと、はい、リモート。リモートで OK。 Can you pass me the remoteCan you pass me the remote? Here you are. Here you are. Thank you. ってことですね。はい、そう、the remote。だからそういうちょっと身近なものを取ってっていう時にこれを使ってほしいかなと思って、ね。一つ、先生、質問です。うん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 、あの、Can you pass me the salt? とか、うん、語尾は上げてます。僕、ちょっと下がってるような気がするんですけど。うん、Can you pass me the salt? を上がり調子の方がいいね。聞いてくれませんかっていう感じ。ちょっと上がり調子なんですね。ね、はい。Can you pass me the remote?Can you pass me the towel? Okay, はい、そんな感じで。今日ずっと僕下げてるか一定でしたね。うんうん、そんなに気にならなかったけどね。あ、そうですか。Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? Yeah, you are. Okay. Okay. Good.、はい、いいかな。だからみんなに戻ってもらいたいときはこれ使ってほしいかなと思う。はい。うん。Okay.もくんずっとね、はい、すごい気になってたんだけどさ。え、何ですか ?You have rice on your face. え何ですか、もう一回ゆっくり。You have? You have? Rice?
grain of rice。A grain of rice というと、すみません、ちょっとすみません、聞き取れません。ご飯を食べた。Grain of rice というとご飯一粒って意味なんだけど。Grain of rice。Grain of rice。はい。You have a grain of rice。ご飯一粒食べた。On your face。顔に？Mm-hmm. え？ん、mm-hmm. ？顔に？ Mm-hmm. え？どこですか？え？あ！もう言ってくださいよ。Like when you want to use the sauces, but it's a bit far away from you, rather than trying to reach it yourself, it's polite to ask the person who's near it. All you have to say is, can you pass me the soy sauce? 食事などを囲む席で、例えばお醤油を使いたいけれど、自分よりもちょっと遠くにある場合、手を伸ばして取るよりもお醤油の近くにいる方に取ってもらうようにお願いする方が良いマナーです。When you hand it to someone, the soy sauce, you say, here you are. I think many Japanese people say please by mistake, so please be careful. Please is used when you ask someone to do something. 日本人が間違いやすいものの一つなんですけれども、この Can you pass me the salt? とか soy sauce と言われて、手渡すときに please って言ってしまうことが多いと思うんですよね。これはどうぞそのまま訳して please になるんですけれども、手渡すときには please ではなくて here you are を使います。please というのは、例えば please sit down here、 ここにお座りくださいとか、 please sign your name here、 あなたの名前ここに書いてくださいとか、そういうふうにこう何かお願いするときに please を使うということですよね。ここはちょっと覚えておいてください。